明日があるからは、1991年10月18日から、同年12月20日まで、TBS 系列の金曜ドラマ枠で放映された連続ドラマ。全10回。主演は、今井美希。脚本は、内田紀子。前年に放映され、話題を集めたドラマ、思い出に変わるまでと同じ今井。内田 TBS の遠藤玉きプロデューサーの次なる作品として、 注目を集めていた。なお、俳優の福山正春にとっては初出演作品でもある。安部玲子は、短大卒業後に、大手の上等商事に勤める平凡な会社員。同じ職場の課長補佐の反町健太と付き合いながら、ゆくゆくは結婚することに憧れていた。一方、山吹恵子は、上等商事の上野内俊光社長を父親に持つ、キャリアウーマン。 バリバリ仕事をこなす傍らで、健太に、密かな思いを寄せていた。ある日、玲子は、社長の事例で特別企画部の部長に抜擢され、慶子と、同僚の高見沢明、明と付き合いながらも慶子に憧れる若村、良一たちと共に新規事業の企画立ち上げという、大役を担うことになる。戸惑いを隠せない玲子だが、恋がたきでもあり仕事のできる慶子と時に反発し、 同僚との様々な確室に揉まれながらも一つのビジネスを思いつき、持ち前の明るさで事業を成し遂げようと奮闘する。しかしその裏には、玲子の家族をも巻き込もうとする、城野内社長の格策があった。運命の鼓動を戻りできない、結婚できないかも、横取りしないで、言えなかった過去悩みの後の決断体に耐える、勇気二人きり、突然に幸福の向こう側で、 それぞれの道はありがとうございます。